いないいないばあ。寝ない子どこだ。コキンちゃん、もう夜よ。お布団に入ってねんねの時間よ。まだ全然眠くない。夏休みなんだから遅くまで起きてるんだもん。コキンちゃんはスイカを食べ始めてしまいました。まだ起きてたの？いい加減寝なさい。やだやだ、もっと遊びたい。コキンちゃんはぬいぐるみで遊び始めてしまいました。ほら、コキンちゃん、いつまで起きてるの？早く寝ないと、怖いねんねお化けが、コキンちゃんを怒りに来ちゃうんだよ。そんなわけないじゃん。ねんねお化けなんて、いるわけないじゃん。コキンちゃんは、スマホで食パンマン様の動画を見始めてしまいました。でもまだまだ寝たくない。夏休みなんだもん。その時、もしかしてねんねお化け？怖いねんねお化けが現れました。寝ない子はどこだ。うわー、ねんねお化けだ。コキンちゃん、こんなに遅くまで起きていちゃダメじゃないか。早く寝ないと僕みたいな怖い念のお化けにしちゃうぞ。いやー、ごめんなさい。私、早く寝る。コキンちゃんは慌てて布団に入りました。すると、ねんねお化けはすーっと消えていきました。良い子のみんなは、お母さんに寝なさいって言われたら、早く寝ようね。じゃないと。早く寝ようと思った子は、グッドボタンを押してね。